はい、どうもねんです。今日もポケモンカード開封やっていきましょうということで、本日こちらですね。今回は、ドラゴンスターさんの500円のオリジナルパックを全部で10口購入をさせていただきました。今回の当たり枠なんですけれども、こんな感じでね、今回は割と、スターバースに振り切ったような形になっていて、リザードン V スターの、リザードン V スターの、HR、そしてね、ハイパーボールの UR、そしてね、まあ、その他にもポケモンブリーダー、ガラルの仲間たち、アルセウス V のスペシャルアートとかね、まあ、いろいろありますんで、まあ、そういったね、何がしかのこの画像のカードを引いていきたいなというふうに思っております。ということで、やっていきましょう。はい、ということでね、開けていきたいと思います。サムネもね、ピシッと撮りましたんで。ただね、ちょっとドラスタさんの定額はね、割と V、とかがいっぱい詰め合わさっている感じの内容、こんな感じ、そうこんな感じですね。インテレオン、バシャーモ、バシャーモミマクスと、まあ、こんな感じのね内容になっていることはまあ分かっておりますので、問題はこの中でどれだけ、当たりっぽいものを引けるかという感じになっておりますということでいきましょう。ほい、はい、ヤドキング V マックス、あ、ボスコドラ V マックスはいいですね。これ割といいですよ、多分。そして、はい。はい、ギャラドス V ですね。なるほど。ボスコドラ、しかもこれミラーかな？うん、ミラーですね。ボスコドラ V マックスは割と金額つくタイプのタブレアじゃないですかね。これなんかノーマルとかが出たら、あ、なんかコーリップ V の、これはジムクロモですね。なんか見たことないカードが出てきてくれるのも嬉しいですね。パルスワン V、そしてメタモン V マックスと。いいですね。コーリップは僕見たことない。はい、次行きましょう。ほい。あ、キューコン V ですね。そして、リザードン V。炎タイプかな？ほい。違うんかい。ポットデス V のジムプロモですね。この間ジムプロモ僕見たことないですし、いいですね。価格調べるのもちょっと楽しみになってきました。ザマゼンタ V、セレリー V。そしてほい、はい、ウオチルドン V と。なるほど、こんなパターンもありますというところですね。はい、続いてパルスワン V、 エースバーン V、 そしてこっちがせーのほい、はい、ブリムオン V の、またこれがあれですね、ジムのやつですね。いやー、なんか見たことない V が出てきてくれるのはちょっと嬉しいですね。うん、これはね、個人的には結構前のね、なんか V とかいっぱい入ってたのに比べると全然今回はいいですね。パルスワン V、ストリンダー、前回こんな感じだったんで、全部ね、ほぼ全てこんな感じだったんで、そう考えると今回は割といいですね。マリアクベデ V、イエスさん V、 そしてこちらがセイ、ほい、ウオチルドン V。 いや、これはいいですよって言いつつ、違う、あのしっかり当たりを取りたいんだ。ドンカラス V、ドンカラス V、 そしてまさかこれもほい、違うんかい。はい、ウブイですね。鳥ですね。本当にもうこんだけね、鳥ばっかりで泣き鳥始めちゃいそうですね。はい、あ、はい、はい、はい、メタモン V ですね。最近ちょっと値上がりしているメタモン V、そしてラプラス V、そしてこちらがせーのほい、ラプラス V。 はい、開封終了いたしました。今回これ金額出せてるのかな、金額出したらちょっと心折れそうなんで、編集方法はちょっとまた考えたいと思いますけれども、こんな感じになりました。今回は、まあ、本当にラブレアいっぱいという感じだったんですけれども、まあ、この辺のね、まあ、見たことないラブレアがね出てきたというところ、あとはボスゴドラあたりは、この辺はね全然いいんではないでしょうか。ただまあ5000円って言われるとちょっとね、やっぱり物足りない感はありますけれども、まあ開けてて楽しいオリパではございました。ということでね、当たり枠抜けませんでしたが、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできればと思います。よろしければね、チャンネル登録そして高評価でお会いいただけるとありがたいです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それではバイバイ。